いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします。大谷翔平、キャンプ地でポルシェ複数台持ち。白の開演で登場。3日前は黒のパナメーラ。ドジャース春季キャンプのバッテリー、リハビリ組の集合日となった8日（日本時間9日）。当時の球団キャンプ施設で大谷翔平投手、山本義信投手が汗を流した。 大谷は2度目のキャンプ地入りとなったが2日とも違う車種のポルシェだった5日日本時間6日は黒のパナメーラ3日ぶりに姿を見せたこの日は白の開園だった大谷は22年からポルシェジャパンとアンバサダー契約を結んでいるエンゼルスから入団時には背番号17を譲ってくれたケリー投手の妻に動画のお礼として体感を贈呈し大きな話題となったクレートン・カーショー、翔平と話したよ 彼は頭の回転が早い。うう。まく対応するだろドジャースと1年契約で再契約に合意と伝えられたクレートン・カーショー投手が8日日本時間9日米アリゾナ州のキャンプ地でメディア対応した通算210勝3度のサイ・ヤング賞を誇るサワンは昨年11月に左肩を手術。開幕には間に合わないが現役続行を決意した理由として昨季プレーオフで初回6失点降板し あのまま終わりたた。くなかった結局のところそれが理由だったチーム私のどちらにとっても終わり方は楽しいものではなかったと説明した自身初の手術に踏み切るのが大きな決断だったことすでに投球を再開して2週目で7月か8月ごろの復帰を目指しリハビリが順調であることなどを明かしたコンオフドジャースは大谷翔平投手山本由伸投手の獲得をはじめとする大型補強を敢行 大型補強したドジャースについてこのオフシーズンは見ていてとても楽しかった自分の中にもその一部このチームの一員になりたいという気持ちが間違いなくあったオフシーズンでの勝利は意味を持たないかもしれないけれどクラブハウスにはなかなかいいメンツが揃っている自分が関わった中では最高の才能が揃っていると思うし自分もその中に加われるんだという期待感があると笑顔を見せた途中家族の話題の中で 子供たちは大谷ファンかと聞かれどちらかというとムーキーベッツのファンかな翔平を落とすわけではないけどうちの子供たちはムーキーをよく知っているから特に長男のチャーリーはムーキーのベースボールカードを持っていて彼の真似をよくしているんだこれからは翔平トレインにも乗せていくつもりだよ翔平のファンにもするつもりと笑わせる場面も超巨額契約で加入した大谷に関してはアンビリーバブルだ 翔平を獲得しこの状況を見れば何が起きているかは分かるだろう今期を通じてこんな感じかそれ以上になるちょうど少し話したところだ彼のことをそんなによく知っているわけではないけど彼は頭の回転が早いようで今期の喧騒にも上手に対応できると思うと率直な印象をとろしたまたムーキー・ベッツフレディ・フリーマンもそれぞれ誰に頼らなくてもスーパースターだと僕は思うけど 注目は常に将兵に向けられることになる全ての関心は24時間週7日にわたって将兵に注がれる彼は対応できるだろうしそれはチームにとってもすごくいいことだとチーム全体への好影響に期待を寄せていた山本由伸については彼のビデオは見た彼にも挨拶をしたところだ復帰に向けてやり投げを学ぶ必要があるかもしれない笑いもしかしたら僕も復帰するためにジャベリン 山本義信が練習で使う道具の使い方を学ぶ必要があるかもねわからないけどねしかしながら彼はなかなか素晴らしいよ彼が投げるところを見るのが楽しみだと軽妙に話し報道陣を和ませていた大谷ロッカーのポジションが判明ドジャースの大谷はバッテリー集合日の8日午前10時過ぎに水原一平通訳が運転する白いポルシェに乗って球団施設に到着したこの時点では晴れていたが 直後に天気が急変横殴りの強い雨になったためグラウンドに姿を見せることはなかった室内で調整した模様で5時間ほど滞在して引き上げた注目されたクラブハウスのロッカーは入り口からクリス・テイラームーキー・ベッツ大谷一つ開けて山本元エンゼルスでマイナー契約の保守のクリス・オーキーの並びだった大谷はクリス・テイラームーキー・ベッツと共に2人分与えられた キャンンプインする9日日本時間10日に会見する予定だチームに合流して何を話すか注目される「翔平はビッグなスターだが控えめな人間なんだ」元同僚ジャレット・ウォルシュが大谷翔平との思い出を語るドジャースの大谷翔平投手と昨季までチームメートだった元エンゼルスで現レンジャーズのジャレット・ウォルシュ内野手が大谷との思い出を語った米専門局 MLB ネットワークラジオに出演 彼と初めて会ったのは2018年の春のキャンプ一緒にプレーしたのは19年からだったと振り返り彼は打撃刑事でものすごい打球を放つ時速109マイル約175キロとか110マイル約177キロの打球だ刑事でそんな打球を放つ選手は非常にまれだ彼の体格を見比べると19年20年から21年と食事やウエイトトレーニングで変わったと回想した 大谷は昨年12月に FA でドジャースとスポーツ史上最高額の10年総額7億ドル約1 5億円契約し移籍したウォルシュは彼はそれだけの金額をもらって叱るべき選手僕が今まで会った中で最もハードワークな選手で素晴らしいチームメートだったと称賛彼にとってお金は問題ではなかったが金額というのは選手の格を示すもの彼は世界で最もビッグなスターだが 非常に控ええめな人物だと称え成功を祈るドジャースでどんな活躍をするか楽しみにしていると話した2019年にエンゼルスでデビューしたウォルシュは3年目の21年には打率2割7分7厘29本塁打98打点をマークしオーールスターに唯一選出同年代の大谷らとともに打線の要となるべく成長が期待されたがその後は苦戦が続いた。 昨季はメジャーで39試合に出場し打率1割2分5厘4本塁打11打点シーズン後の10月16日にメジャー40人枠から外されたがマイナー降格を拒否し FA となりレンジャーズへ移籍大谷翔平フルタイム DH で初の MVP 受賞も壁を破るかもしれない MLB 公式サイトドジャースの大谷翔平投手は 初めてのナショナルリーグとなる2024年も MVP の候補に挙げられている MLB 公式サイトは2024年 MVP 有力候補たちは誰そしてダークホースはとして予想した1位はムーキー・ベッツ・ドジャース2位はロナルド・アクーニャ・ジュニア・ブレイブス3位が大谷という結果になった5人の記者が今期の MVP 候補を予想する中で マニーランダワ記者が今期からドジャースでプレーする大谷翔平選手をピックアップしている大谷は昨季打者として135試合に出場し打率3割4厘44本塁打95打点20盗塁で日本人初のリーグ本塁打王に輝いた投手としては23試合に登板し10勝5敗防御率3.14167奪三振全米野球記者協会 BBWAA 選出によるアメリカンリーグの昨季 MVP に2021年に続き満票で選出されたランダワ記者は大谷は昨週受けた右肘手術の影響で今季や野手一本となるフルタイムの指名打者としてこれまで MVP に輝いた選手はいないトール・モリター1993年もフランク・トーマス2000年もデイビッド・オルティス2005年も2位止まりだっただが その壁を破ることのできる者がいるとすればそれは大谷だと大谷の2年連続3度目の受賞に期待を寄せた右肘の手術を受けた大谷は今期は打者に専念する同記者はその発表を耳にした途端多くの人がこれは MVP 受賞レースにおいてマイナスだと考えただが大谷が投打両方に焦点を合わせる必要がないことを考えれば 彼が過去2度の mvp 受賞。年に見せた驚異的な数字をしのぐ攻撃力を発揮する可能性があるのだと綴っている。大谷がムーキーベッツ、アクーニャジュニアという好選手らを抑えて、mvp を獲得するにはとてつもない。数字が必要となるかもしれない。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。